事がいい。またいつでも来てくださいね。よし、俺の出番だな。よろしくね。よし、俺の出番だな。どうした、アストレア。いつにも増して嬉しそうだな。それはね、シリカに相談に乗ってほしいって言われたからだよ。
今までそんな感じで頼られたことってあんまりなかったから。なるほど、それで上機嫌なのか。一体何を。キリカが悩んでるのは胸が小さいことなんだって。え、さっき大した話じゃないって言ってたじゃない。だったらキリトに話しても問題ないでしょ。問題大ありです。なんで。なんでって。それはキリトさんは男の人で、やっぱりこういうことを聞かれるのは。そうかな。そう、それで肝心の胸を大きくする方法なんだけどね。はい。わかんない。だって私はもともと大きかったんだもん。それに人間胸だけじゃないと思うよ。キリトもそう思うでしょ。なんでそこで俺に振るんだよ。まあそうだな、そんなに落ち込む必要ないと思うぞ。もういいです。所詮胸の大きい人にはわからないんです。おいシリカ、言っちゃった。的確なアドバイスをしたと思ったんだけどな。シリカ、どう考えても人選ミスだろ。キリト。ああ、ストレア…と、レイン？ストレアちゃん、離して。さっき物陰に隠れてるのを見つけたから連れてきたんだ。レインはキリトに何か用があったんじゃないの？そうなのか？物陰からキリトのことをじーっと見つめてたじゃない。用事じゃなかった？そんな見つめてないよ。ただその、お買い物に付き合ってほしくって。買い物？別に。本当？ありがとう、キリト君。お買い物なら私も行きたいな。ねえ、一緒に行っていい？もちろんだよ。それで、何を買いに行くんだ？その、お洋服が欲しいんだ。ほら、いつも同じ服だと飽きちゃうじゃない。せっかくリアルでは着ないようなお洋服がたくさん実装されてるんだから、いろいろ試してみたいなって。まあ確かにリアルでこんなファンタジーな服を着ることはまずないな。そうだね。せっかくだから楽しまなきゃ。そういうことなら私いいお店知ってるよ。レインなら似合うお洋服がいっぱいあると思う。本当？それじゃあそのストレアちゃんおすすめのお店に行ってみようかな。分かった。俺って行く必要あるのか？ストレアが案内するならいらない気がしなくもない。必要あるよ。だってレインはキリトを誘ったんだからね。レイン。そうだよ。キリト君には服の感想を言ってもらわなきゃ。そういうもんか。ということでキリトも一緒に行こう。二人とも。ああ、わかった。ストレア、いきなり手を引っ張るなよ。これじゃついていくというより引っ張られてるよ。こっちだよ。空が青いな。ついてきたはいいけど、結局二人の買い物を待つだけになってしまった。
アイテムストレージの整理も終わったし、手持ち無沙汰だな。キリト、お待たせ。なあ、待ちくたびれたぞ。で、いいお買い物ができたよ。なんでチャイナ服なんだ。この前、現実世界のことを調べてたら、カンフー技っていう格闘技が目に留まってね。私も真似してみたくなったんだ。いや、カンフーを身につけるのにチャイナ服を着る必要はないと思うんだけど。分かってないな。形から入るのが大切なのに。まあ、ストレアはいいにしても、なんでレインまで着てるんだ。ストレアに流されたのか。私の見立て通り、レインなら絶対に合うと思ったよ。そうかな。今までこういうお洋服は着たことなかったから、すごく恥ずかしいよ。深くスリットが入ってて、足が丸見えだし。そこがいいんじゃない。キートも似合うと思うよね。ああ、うん、似合うと思うさ。褒めたのに隠された。せっかく綺麗な足してるのに隠したらもったいないよ。そんなこと言っても恥ずかしいものは恥ずかしいよ。でもスカートの裾とかって逆に押さえてる方が目がいくらしいよ。ストレアはリアルから余計な知識ばかり拾ってくるな。じゃあ隠さない方がいいのかな。でも足を出しておくのも恥ずかしいし。キリト君、どうすればいいかな。俺に聞かないでくれ。あ、そうだよね、ごめん。それじゃあ次のお店行くよ。まだ行くのか。その後、買い物は終始ストレアのペースで延々と続いたのだった。二人とも何話してるんだ。あ、キリト君。キリトさん、ちょうどよかった。今シリカちゃんから開かずの扉の話を聞いてたんだ。開かずの扉？聞いたことないな。シリカ、詳しく教えてくれるか。はい、それじゃあお話ししますね。実は先日、氷山地帯で氷に閉ざされた扉が発見されたそうなんです。周りに強い敵がいるわけではないので、扉まで行くこと自体は難しくないらしいのですが、どうしてもその氷を溶かす方法がわからないみたいで、先に進むことができないんだとか。へえ、扉の先は前人未到のエリアか。キリト君ったら嬉しそうな顔しちゃって。 あれそんな顔してたか。新しい攻略には目がないですもんね、キリトさん。
せっかくだし、これからその扉を調べに行かない？ああ、いいですね。お二人がお暇なら、ぜひ。もちろんいいよ。それじゃあ、早速行ってみるか。そうしよう。楽しみだね。さて、問題の扉の前まで来たわけだが、確かに力ずくでどうにかできるものじゃないな。そうだね。何か仕掛けがあるって考えてまず間違いはないと思うけど、少し調べてみましょうか。ああ、そうしよう。あ、何か見つけたか？二人とも見て、この扉よく見たら表面に何か書いてあるみたい。あ、本当ですね。氷のせいでかなり見づらいですけど。それがこの扉を開けるヒントでまず間違いなさそうだな。どれどれ。妖精族のカイナを広げもう抱かん、重いし心ささやけば扉開かれん。肝心なところがわからないね。何を示してるのかな。これだけじゃ情報が足りないな。何か他に手がかりがあればいいんだが。いえ、私なんとなく分かった気がします。え、シリカちゃん本当に？これは多分、抱き合って思いの丈をささやけば扉が開くってことなんじゃないでしょうか。いや、シリカ、それはさすがにないんじゃないか。そうだよ、シリカちゃん。確かにそんな言葉のかけらはあるけど、そのままの意味じゃない気がするな。そうでしょうか。でも、試す価値はあると思います。本当の気持ちをささやく。それができるプレイヤーがいなくて、今まで扉は開かれなかった。そう考えることはできないでしょうか。まあ、試す価値がないでもないか。それじゃあ、試しにやってみるか。はい、やってみましょう。とは言っても、どんなことを言えばいいのかな。思いし心ですから、相手を思う気持ちがあればどんなささやきでもいいんじゃないでしょうか。あの、もしよければ私からキリトさんへの思いで試させてもらえませんか？え？あ、うん、たいはないんです。もちろんキリトさんにはアスナさんがいるっていうのは分かってますよ。シリカ？やだな、何言ってるの？でも私もキリトさんにはいつもお世話になってて、感謝の気持ちは本物だから、お願いです、やらせてください。もうシリカちゃんたら。分かったよ。うん、そんな風に言われたら断れないよ。ありがとうございます。シリカちゃんの気持ちちゃんと受け止めてあげないとダメだからね。ああ、分かってる。それじゃあ、おいで。いつも私たちのこと守ってくれてありがとうございます。私もこれからも一生懸命キリトさんのお役に立ちますから。だからこれからもたくさん一緒に冒険してくださいね。ありがとう、シリカ。俺もシリカがいてくれていつも助かってるよ。これからもよろしくな。何も起きないみたいね。そうみたいだな。シリカ？ごめんなさい、いつまでもくっついたままで。
やっぱり私じゃダメみたいですね。そもそもの条件が違うんじゃないか。いえ、まだわかりません。思いの丈が足りなかったのかも。そうだ、お互いを思い合う気持ち、わかりました。ここはキリトさんとアスナさんの愛の力じゃないと開かないんですよ。きっとそうです。愛の力？そうです、それが分かれば善は急げですよ。どうぞ。シリカ、本当にこれで扉が開くのか？きっと開きますよ。お二人ほど素敵なカップルはいませんもん。私後ろを向いてますから。そうだね、わかった。シリカちゃんが頑張ってくれたのにここで諦めちゃダメだよね。キリト君、行くよ。仕方ない、わかった、やろう。キリト君、愛してます。これからもずっとキリト君の隣にいたいな。俺もだよ、アスナ。これからも絶対手を離さないから。キリト君。そうだな、ほらシリカ、やっぱり条件が違うんだよ。こんなにロマンティックなお二人のささやきでも扉が開かないなんて。シリカちゃん、顔真っ赤よ。アスナさんも真っ赤です。自分で告白するのも、お二人のを聞いているのも恥ずかしかったです。俺も久々に精神力を削られた気持ちだよ。なんだか疲れたな。今日のところは一度町に戻らないか。うん、そうだね、そうしよう。わかりました、そうしましょう。ねえねえキリト君、シリカちゃん見て、これ。 MMO トゥモロー、ALO の攻略記事か。どれどれ。あ、これこの前の開かずの扉ですか。そうなの、やっぱりあれ全然違う条件があったみたいでね。なるほど、あの扉のすぐそばに雪に埋もれた妖精のレリーフがあったみたいだな。そうなんですか、全然気がつかなかった。クリアされてないクエストだったし、うまく隠されてたのかもしれないね。その妖精のレリーフの手に愛の歌ってアイテムをはめ込めばクリアだったらしい。ささやくのは自分たちの思いじゃなかったみたいだね。だな、なかなかの恥ずかしい体験だったな。ごめんなさい。仕方ないよ、こんなこともあるよね。でも次からは慎重に行こう。そうですね。さあ気を取り直して新しいクエストでも探そうか。はい、そうしましょう。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。今日は楽しいお祭りだよ。そういえば今日はお祭りイベントの日だったな。いろいろな屋台があって面白そうだ。誰か誘ってみようかな。誰を誘おうか。なあすぐ。あ、お兄ちゃん。今日ってお祭りやってるだろ。すぐは行かないのか。うん、
かな。すぐが迷ってるなんて珍しいな。率先して参加しそうなのに。まあいつもならそうなんだけど。迷ってるんだったら一緒に行こうか。え、いいの？もちろん。そうなんだ。それじゃあ私準備してくるね。お兄ちゃんお待たせ。どうかな私の浴衣姿。服装が違うだけでこうも変わるもんなんだな。驚いたよ。そうかな。ああ孫にも衣装ってやつだな。何それ、ひどくない？ごめんごめん。でもその浴衣すごく似合ってるよ。もう今さら褒めても遅いんだからね。えお兄ちゃん。なんだ？お兄ちゃんの隣を歩いてもおかしくないかな。なんだそれ、別におかしいことなんてないだろ。そうだよね、ごめん変なこと言って。ほらお祭り早く行こう、もう始まってるよ。おいすぐ。腕につかまりながらだと歩きにくいだろう。ちゃんとつかまってないと、はぐれちゃったら大変だもん。すぐとお祭りに来るなんて何年ぶりかな。お兄ちゃんと一緒に剣道をやってた頃じゃない？そんな昔になるのか。またこうして一緒にお祭りに来られるなんて、なんだか夢みたいだよ。ああ、俺もそう思うよ。すぐが SAO に入ってこなかったら、こうして並んで歩くこともなかったかもな。いろいろあったけど、SAO の世界に飛び込んでよかったな。とはいえ、すぐが SAO に現れた時は本当にびっくりしたよ。もうあんな危ない真似はするんじゃないぞ。人だかりができてるよ。行ってみようよ。おいすぐ、そんな腕を引っ張るなって。早く行かないと終わっちゃうよ。すぐのやつ、なんだか子供の頃に戻ったみたいだな。して全然見えないよ。大道芸をやってるみたいだけど声しか聞こえないな。街中でも飛行できればいいのに。すぐ、そこの段差に乗ったらよく見えるんじゃないか。え、あ、本当だ。あ、どうした？浴衣だと登りづらいなって思ってさ。お兄ちゃんちょっと手貸して。よいしょ。ああ、転ぶ。おい、すぐ、大丈夫か？気をつけろよ。ごめん、受けたってバランス取りづらいな。まったく。ほら、俺の肩に捕まってろ。それなら大丈夫だろ。わかった、ありがとう。どうだすぐ、見えるか？うん、バッチリ見えた。はい、こちらモンスターのモモちゃん。ただ可愛らしいだけじゃないんです。なんとジャグリングができるんです。へー、モンスターが芸をするんだ。モモちゃん準備はいいかな？それじゃあ行くよ。はい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 、ももちゃんに拍手。すごいすごいよお兄ちゃん、モンスターがジャグリングしてる。おいあんまり暴れるなって。うわー、すぐ。ん、どうしたのお兄ちゃん。いや、なんでもない。俺の頭に胸が乗ってるなんて言ったらすぐのやつ怒るだろうしな。
まあでも思った以上に楽しんでるみたいだな。誘ってみてよかった。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。誰を誘う？シナ、ちょっといいか？キリト、どうしたの？今日ってお祭りやってるだろ？ええ、そうみたいね。よかったら一緒に行かないか？え？キリトが私と？そんなに驚かなくても。他にも誘える女の子はたくさんいるのに、なんで私なんだろうって思ったの。シノンはいつも頑張ってるからな。たまには息抜きが必要だと思ったんだ。あんまりこういうイベント好きじゃないかもしれないけど、行ってみたら案外面白いかもしれないぞ。キリト、まあそういうことなら行ってあげてもいいわ。おう、そうか、よかった。それじゃあ早速行こうか。あ、ちょっと待って、浴衣に着替えてから行くから表で待ってて。浴衣って準備してたのか。意外とノリノリだな。それにしても思ったより屋台がたくさんあるな。全部見て回るだけでも時間がかかりそうだ。結構な数のプレイヤーが集まってるみたいね。歩くだけですれ違う人と肩がぶつかりそう。大丈夫か？私にぶつかるとはいい度胸ね。シーノ、目がマジだぞ。冗談よ。さすがにこの人混みの中で弓を使うつもりはないわ。ぶつかった人は命拾いしたな。それでどの屋台に行くの？迷うな。あ、射的なんてどうだ？ほら、あそこの。あ、ここで射的ができるとは思わなかったよ。エール王の武器には銃がないのに、おもちゃの銃はありなんだな。景品もいろいろあるぞ。なあシノン、やってみないか？私はいいわ。キリトだけやって。そうか。じゃあ早速。5発で300ユルトだよ。よし、当てるぞ。あと1発か。なかなか当たらないな。最後の1発はどれを狙うか。あれにしよう。よし、やっと当たった。おい、シノ、今の見てたか？待て、あれ、いない。シノ？勝手に抜け出して、キリトに悪いことをしたわね。もう大丈夫だと思ってたんだけど。私、やっぱりまだ。シノ！あ、キリト！こんなところにいたのか。心配したぞ。ごめん。あ、いや、俺の方こそ悪かった。射的に夢中になってしまって。シノ、そんなところに座り込んで体調でも悪いのか？ふん、平気よ。そうか。それより射的の成果はどうだったの？まあ、それなんだけど。はい、これ。ぬいぐるみ？ああ、最後の一発で当たったんだ。このぬいぐるみ、特にステータスが上がるような効果はないみたいだけど。へえ、残念だったわね。いや、そうでもないよ。これはシノンにあげるんだからさ。え？いいの？というかこれ役に立たないみたいなこと言ってなかったっけ？まあ数値的な変化はないな。ああ、別に俺がいらないからといってシノに押し付けるわけじゃなくてだな。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。誰を誘うか。
ゆい。あ、パパ、どうしたんですか？一緒にお祭りに行かないか？はい、私もパパと一緒に行きたいです。そっか、よかった。いつも攻略に集中しちゃって、ユイとはあんまり遊んでやれてないからさ。ありがとうパパ、すごく嬉しいです。よし、じゃあ早速行こうか。あ、ちょっと待ってください。お祭りに行く前に少しだけ時間をもらえませんか？わかった、ここで待ってればいいか？はい、では行ってきますね。ユイ、すごく嬉しそうだったな。やっぱり誘ってよかった。お待たせしました。おお、どうしたんだそれ？日本のお祭りにはこの衣装だとママに教えてもらったので用意してみました。そうだったのか。ユイ、よく似合ってるぞ。ありがとうございます。よし、じゃあ今度こそ行こうか。はい、出発です。わあ、人も屋台もいっぱいです。あ、あれは焼きそばですね。お祭りで食べる焼きそばは格別だとリズさんが言っていました。普通の焼きそばとどう違うんですかね？家で食べる場合と作り方は同じではないんですか？ああ、作り方も味もさほど変わらないと思うよ。お祭りの高揚感で美味しく感じるんだ。なるほど、人間の感覚は難しいですね。あ、あれは？金魚すくいもあるのか。懐かしいな。金魚すくいですか。パパ、やってみたいです。ああ、いいよ。はい、一回300ユーロとだよ。パパ、これは何ですか？虫眼鏡みたいな形をしていますが、レンズの代わりに薄い紙が貼ってあります。これはポイって言って、水槽で泳いでいる金魚をこれですくい上げるんだよ。そしてすくい上げたら、もう片方の手に持ったお椀に入れるんだ。なんだか難しそうです。コツをつかめばユイでもできると思うぞ。最初に俺がやってみるよ。口で言うより実際に見た方がわかるだろう。わかりました。パパ、頑張ってください。ああ、こうやって水の抵抗でポイが破れないように斜めに水の中に入れて。わあ、すごいですパパ。一瞬で金魚さんがお椀の中に入りました。ユイもやってごらん。どの金魚を狙うか、あんまり動きが速くないやつがいいと思うぞ。なるほど、ではこの金魚さんにします。こいつか？確かに動きは遅いけど結構でかいな。難しいでしょうか？いや、やってみよう。いい線いってたぞ。金魚をすくい上げるときもポイを垂直じゃなくて斜めに上げるんだ。パパ、もう一回やってもいいですか？ああ、次はきっと成功するよ。はい、やってみます。よし、金魚の下にポイを移動させて。ユイ、今だ。すごいぞユイ。パパに言われた通りやったら救えました。よかったな。しかし本当にこの金魚は大きいな。お椀から尾がはみ出てるぞ。あ、金魚さん暴れないでください。ユイ大丈夫か？
金魚が水槽の中に逃げてしまった。ユイ、せっかく救えたのに逃げられてしまってショックだろうな。びしょ濡れですね。ユイ、金魚さんは水槽の中に帰りたかったんだと思います。一匹救うことができましたし、とっても楽しかったです。そうか。パパ、お祭りに連れてきてくれてありがとうございます。よかった、ユイが楽しんでくれて。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。疲れたし、また今度でいいか。よろしくね。家の近くまで来てみたけど、どうやって使うのかわからないね。今までに見た気流装置に似てますけど、形は違いますね。3箇所強く光ってるし、何かしら動いてるんじゃねえか。
あれかな。すごいね。私も負けてられないね。負けてられないねー。